はい、皆さんこんばん、こんばんは。やっぴ、ズミコ超意識低い系 TV です。2021年も、本日で、終わってしまいますが、皆さんやり残したことはありませんか？2021年終わる前に、ぜひですね、やり残したこと、やってください。で、僕もやり残したこと実はありまして、何かと言いますと、ズミコ超意識低い系 TV、チャンネル登録100人達成いたしました。いや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 。ということでね、11月の上旬に実は100人達成してて、100人達成動画をですね、撮ろうと思って、ずっと放置してて、12月31日になってるんですけど、今日はですね、こちら、ちょっと達成記念動画撮っていこうと思います。で、何するかと言いますと、僕ツイッターやってるんですけど、ツイッターの質問箱があって、質問箱に入っている質問を答えていこうかなっていうふうに思います。はい。なのでですね、皆さん聞きたいこと多分たくさんあると思うんですけど、多分ないけど、全然ないかもしれないけど多分あると思うんですよ。なんで、質問箱をですね、今、iPad 持ってるんで、こっちで見てですね、答えていこうかなというふうに、思います。では一つ目。成績が出ない中でのモチベーション維持はどうしていますか？成績出そうって思うと、ドツボにはまっていくんで、成績出そうっていうその欲求を捨てた方がいいと思います。もう、僕はなんかもうそういう風にします。もう、次。彼女いたことありますか？あるわ。いつまで現役続けるか決めていますか？まあ、決めてますね。はい。僕の中では決めてます。でも、この動画では、いつ辞めるかは言いません。清水選手のトレーニング記録を見て参考にしたいです。年間どれくらい練習しているか、月前だとどれくらいなのか気になります。昔ね、これ、Facebook でアップしてたことあるんですけど、ちょっとね、理由があって辞めちゃったんですけど、まあ、今年に関しては多分年間650時間ぐらいしか多分やらないと思います。おそらく。次。マツコデラックスどう思います？芸能人。ジムではビッグスリー以外どんなメニューされてますか？まずですね、僕、ベンチプレス、スクワットはやるんですけど、デッドリフトはやらないです。で、他にやるのはラットプルダウンと、あとダンベルショルダープレスとか、あと結構やっぱ引く系の、こういう引く系のやつが多いですね。以上。次。東京五輪の開会式と閉会式は地味じゃなかったですか？いや、日本っぽくてよかったと思います。五輪閉幕しましたが印象的な競技は、大迫選手のフルマラソンですね。競技面でそろそろ年を感じますか？めっちゃ感じます。彼女がいるのに他の女性と関係を持ったり、彼女がいるのに他の女性と関係を持ったりクラブ行くのはどう思いますか？知らねえ。知らねえよ。こんな質問してくんねえよ。誰か知らねえけど。知らんわ。フッ素は今後なんで禁止なのですか？環境問題を考えて、フッ素が環境に悪いし人体にも悪影響があるので禁止になります。脱毛されるんですか？脱毛めっちゃしたいですね。髭脱毛。柔軟体操はどんな感じに行えばいいでしょうか？柔軟体操は、YouTube でたくさんそういうの載っけてる人いるんで、それ見てください。おすすめ自炊ありますか？おすすめ自炊か。僕はフレンチトーストが好きです。影山優香は早稲田大学に行きながら、日向坂46のアイドル活動と両立できるのってすごいですよね。映画、かぐや様はくぐらせたい2にも出演するし、今後さらに人気出そうです。なんだこの質問は。世の中のお父さんお母さんは、仕事と家庭と子育て、この3つをやりくりして生きています。皆さん、大谷翔平超えしてるんですよ。二刀流どころか三刀流、四刀流してますから。世の中のお父さんお母さんは、まだまだですよ。影山さんも頑張りましょう。次、オリンピック派遣基準についてどう思いますか？僕は嬉しかったです。ワンピースで好きなキャラいます？ワンピースで好きなキャラか。サンジとゾロ。ジュニア世代で活躍していた選手がその後伸びないって何か原因あるのでしょうか？ジュニアとシニアではレベルが違うのですか？まあこれはね、僕もジュニア時代強かったけど、社会人になってからね、かなり苦戦した人間なので、これの答え、ある意味僕ならわかるのかもしれないですけど、まあ、気持ちが一つですね。雪、日本の雪と海外の雪の差が大きいんじゃないかなっていうふうに思います。他にもいろいろあると思います。今までの最高レースは何ですか？そうっすね。今までの最高レースは、大学4年の時のユニバーシアードが
あったんですけど、その時の選考レースが、フィンランドのサーリシェルカでやった学連タイムレースで、です。めちゃくちゃ体動きました、あの時。あれが人生で一番体動きました。シーズン中体力、筋力維持のためにしてることありますか？普通にトレーニングです。質問してるの高校生だったとしたらあれなんですけど、高校生って2月から怒涛の大会ラッシュなんですよね。で、その大会全部結果出そうと思ったら、めちゃくちゃ至難の技なんで、よっぽど力ないと無理なんで、ぶっちゃけどっかのレースをやっぱ犠牲にして、練習期間は設けた方がいいと思います。次、プロテインって身長が伸びきる前からでも飲み始めて大丈夫でしょうか？全然大丈夫ですね、プロテインは。むしろ飲んでください。高校生でも、中学生でも、トレーニング後、食事をすぐにできない、1時間後とかになってしまう人は、ぜひともですね、プロテイン、活用してください。いや、もうそろ最後にしようかな。そろそろ最後に、とっておきの最後、なんかあるかな。モテるためには、していることは何ですか？すいません、教えてください。逆に教えてほしいです。まあ、ということでですね、100人チャンネル登録記念動画っていうことで、YouTube 始めて、多分ね、半年ぐらいだと思うんですけど、ようやく100人超えて、今現在170人ぐらいなんですけど、これも全部皆様がですね、チャンネル登録ポチってしてくれたのと、視聴してくれたことによって、いろんな人にその、おすすめで多分、バーって出たおかげだと思うんですよ。本当に、ありがとうございます。これからもですね、自由気ままに明るく楽しく前向きに動画を撮って投稿していきたいと思いますので、皆さんの、生活の一部になるとかじゃないですけど、皆さんの生活の中に少しでもですね、クスッと笑うような、面白いことができたらな、できたらこの動画の、このチャンネルの価値が生まれるのかなと思ってますので、皆様をスマイルに笑顔にできるようにですね、これからも動画を工夫して撮影して編集してやっていきたいと思いますので、今後ともどうぞ、よろしくお願いします。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。バイバーイ。